はい、皆さんこんにちは、大阪です。こんにちは、あれです。今日はですね、なんとあれ何日だっけ、今日は6月14日です。14日、はい、今日はなんとダイエット企画スタートしたいと思います。イエーイ、頑張って頑張ってスタートするのは6月15日からね、はい、ジムのね契約をしましたんでね、6ヶ月間ジムに通いたいと思います。はい、でやっぱね、このダイエット企画やるからには何キロにしたらいいのかっていう話ありますよね。そうですね。じゃあその目標体重言う前に一回体重測ってみようか。はい、ね、はいはい、オムロンのね体重計ねあります。ちょっと前にね、日本に2年前に帰った時にタニタのね体重計買ったんですけど、こっちに持ってきてしばらく使ったら壊れてね、オムロンのやつをね今つけております。はい、はい、じゃあ乗るからね。はい、これね自分のパーソナライズしてあるからね。はい、パーソナライズしてあるからね。ね、はい、今00でね、ちゃんとフラットになってるんで大丈夫かな。はい、じゃあ乗ります。はい、体重8。あ、なんで、はい、あ、こういうふうにねいろいろね表示されます。体重は87.4。 87.4、はい、これはね服今着てね、はい、体重計乗ったから多分服はね5キロぐらいあると5キロ7キロぐらいかな。そんぐらいないとちょっと体重的にありえないんじゃない。あ、すいません、言い訳ですかね。言い訳まあ服をね、まああれだけど分かりやすくすると87にしようか。87です ね、はい、400g ね、はい、ちょっとなんとかしてもらってね、はい、で87キロからスタートして、かで何キロに体重を落とせばいいと思う。そうですね、大阪さんの身長は169ぐらい。170だね。170、まあまあ大体ね170、それから75が一番2人のと思う。75ね、うん、70か75ぐらい。70にしよっか。70か 6ヶ月あるからね。70ですか。70だと今から17キロだね。そうですね、大丈夫かな。ぴったり70だから69とかなったら成功だね。そうですね、ね、それ目指してちょっと頑張ろうか。あ、痩せれるかな、うん、でもね、バリ島に来たばっかりの頃はねそれぐらいの体重だったよ。あ、はい、まあ本当に合わせる身長だったらそういう感じ、ね、そうで、日本に帰るたびに、うん、日本にいる頃は70キロいってなかったから体重が、はい、だから日本に帰るたびに痩せないと日本に置いてあるスーツとか着れなかったんだよ ね、 ね。だから時々無理やりね10キロぐらい落としてさ帰ってた時もあるんだけれどもね。そうですね。今帰るって言ったらね、うん、ちょっと1ヶ月で17キロとかちょっと無理だからさね、はい、その前にね日本にある服が着れるように早めにダイエットね、はい、しておかなきゃなっていうことでね、はい、じゃあ6ヶ月経たないと日本に行けないのかっていう話もあるんだけど、まあ、なるべくね、はい、早くねダイエットしてね帰れるようにしたいと思います。はい、はい、じゃあこんな感じで明日からねライブ企画スタートしますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ねえ、浅香さん頑張って。はい、イエーイ、お話しますよ、はい、じゃあちょっと、ね、回転しますね。今どういう状況か。今ね、服着てるからね、ちょっと分かりづらいかもしれない。もう一回、はい、はい、
こんな感じだね。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。バーガーキング来ました。食べてもいい？あ、いいんじゃないですか、お疲れさん。うん。今日最後ね。今日最後ね。明日からダイエットするからね。うん、みんな、名言としてね、ダイエットは明日からっていう言葉がね、日本には素晴らしい言葉があるからね。はい。今日最後のバーガー券食べるんですね。うんうん。まあ、例えばスーパーチャットとか、うん、なんていう名前、あ、スーパーチャットこれらこれくれるんだったら食べるんですか、うん、あ、スーパーチャ、うん、スーパーチャもらっても食べるよ。ああ、そうですか。ダイエットしてても、うん、やっぱあれ夜のライブ配信は食べないっていうのはね、うん、ちょっと難しいからね。そうですね、うん、それ食べても大丈夫なように運動していくよ。まあそうですね、うん、みんな嫌がらせするんでしょ、どうぞ食べてくださいっていっぱいスーパーチャットくれるんでしょ。でいっぱい、そしたらいっぱい食べるよ。いっぱい食べるの、まあ夜だけで食べるからですね。で昼間とか朝は少なめにして頑張って運動して夜食べればいい、ね、ああ、いいですね、いいことですね。なんとか、69キロね、アンダー70キロをね、はい、出してね頑張りますんでね。はい、はい、はい、よろしくお願いします。最後のバーガーキングいただきます。はい、わかります。はい、本日は以上になります。バイバイ。バイバイ、頑張ってください。バーガーキング楽しむよ。僕たちはオンラインサロンを始めました。イエーイ。オンラインサロンはほぼ毎日更新中です。オンライン交流会、 YouTube 裏側配信、インドネシア語勉強会など、お互いに情報交換できる仲間と出会います。詳細は概要欄のリンクから。ぜひ皆さんのご加入をお待ちしております。よろしくお願いします。